すごい好きがすごい嫌いが、だから、俺が話題にするの。でも最近あんま別に嫌いな人って話題にしないんだよ。誰だろうな。それみんなに言ってない俺の嫌いな人誰だろうな。多分本当に話題にしてないから。誰だろうな、俺の嫌いな人。いや、こういうとか別に、いや、アベとかも別に嫌いじゃない、正直。誰だろうな。小島デイも別に嫌いじゃない。いろりも別に嫌いじゃない。誰だろうな。マックスも嫌いじゃないでしょ。誰だろうな。別にドグマも嫌いじゃない。誰だ。石川も別に嫌いじゃない。コレコも嫌いじゃない。誰だろうな。本当に嫌いな人いるはず。実況者だったら別に一人がいいだろ、言っても。え、チーメロディも別に嫌いじゃない。いや、ウキウチも別に嫌いじゃない。誰だろうな。本当に嫌いなやつ誰だろうな。いや、マオも正直嫌いじゃない。あいつ見た目が可愛い。なんか、獣みたいで。俺だって、マオがだって、山でマオに会ったら、あれだもん、撃ち殺すもん。イノシシと同じ見てや、毛深くて。絶対マオギャランドひどく会えてるから。え、誰だろうな、嫌いなやつ。宮地とか別に嫌いじゃねえよ。え、牛沢も全然嫌いじゃない。いや、宮崎も嫌いじゃない。MSS も別に嫌いじゃない。モコも別に嫌いじゃない。え、フーも別に嫌いじゃない。あいつ、キモいでも。え、フーじゃん。え、これ正しいじゃん。俺嫌いじゃないけど、フーは多分人類で結構下、かなりキモい部類に入るよ。絶対キモいなっていう。見た目とかじゃなくて、なんか、キモい。え、フーはキモいでしょ。それはみんな思ってるじゃん、人類共通で。生き物として。え、みのりさんも嫌いじゃない。え、でも嫌いじゃない。フーってかむしろ、どっちかって別に好きだよ。テラゾーとか超好きだし。もうだからあいつの、ゼルダ、あいつの、オワゼル早く俺に送ってこいよ。見たくしょうがないんだ。YouTube にパート3までしか上がってねえんだよ。誰だろうな。いや、高根も別に興味ない。嫌いでもないし、好きでもない。ダルシムも別に嫌いじゃない。誰、いねえのかな。誰だろう、絶対いるはず。いや、野田とかむしろ好きだよ。ゆういちも別に、なんとも思わない。いや、祭りも別にどうでもいい。え、誰だろうな。ハリーシとか別にどうでもいい。全然嫌いじゃない。誰だろうな。ちょっと待って、俺素直になりたい。素直になりたい。いや、キヨとか別に嫌いじゃない。なんかバンバン上げてくんない？いや、素直になりたい。なんか、ここで一個みんなに伝えて楽になりたい。絶対いるはず。いや、ビクゾ好き。動画見てるし。あー、鮭取りクマグロ。あ、動画見たことねえ。でも見た目好きじゃねえな。だんだん近づいてきたね。え、なんかもっとビッグネームでいるはず。嫉妬込めて嫌いなやつ。いや、タケとか全然可愛い。誰だろうなぁ。え、キョウちゃんとか俺好きだよ、すごい。すぎる大好き。顔が好き。あの、なんか動画、なんか、あの、すぎる顔してんじゃないか。あの、黄色い帽子かぶって、小学生みたいな動画が。あ、ツノハス好き。あ、いねえのかな。え、ちょっと待って。実はいねえのか。え、ドグマとかも別に嫌いじゃねえしな。ピーも別に嫌いじゃねえしな。いねえのか。ちょっとなんか誰か、上がったら、なんか思い出したら言うわ。どわり、多分出てこねえわ。いや、マルグランダーとか昔から嫌いなやつあんまいねえんだよ。本当に出てこねえ。本当に出てこねえ。いや、ネネシとかホモだから、まあいいでしょう。はい、ネネシ、あいつ多分あれだろうな。サシスセとか言えないから俺仲間だと思ってる。え、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 あいつしゃくれてるな、絶対な。顔出ししてんの、ネネシ。ホモネネシ。顔出ししてんの。顔見てんだけど。ネネシの鼻が見たい。してんの？ネネシの写真見してよ。あいつ絶対、あいつホモなんでしょ、ほんとに。ホモなんじゃないの。顔出ししてるんだ。鼻だけ出してほしい。ちょっと、ダメだ、いないわ。あ、細いんだ。
え、細いでチンポかってこと？俺あいつのポケモン ずーっと見てたわ。ポケモン。なんか、最小戦闘で頑張るみたいな。いや、マックス村井も別に好きじゃない。え、ダメ、出てこねえわ。悪い。いや、ユニも別に嫌いじゃねえよ。人ってそんな簡単に嫌いになるか、多分そうなんだね。俺はなんか、心理の断りに気づいたかもしれない。な、大して人間のことを、え、好きじゃない？誰が好きじゃない？俺誰、今誰のこと、マックス村井好きじゃないって言った？え、俺マックス村井好きじゃないや。俺マックス村井じゃ、好きじゃねえわ。え、でも別に全然、マックス村井も全然嫌いじゃねえんだよな。ちょっと酒飲もう。ディナリナも別に嫌いじゃねえしな。誰だろうな。やんべえよ、嫌いな実況者ランキング、やんべえよ、久々に。2016嫌いな実況者ランキング。前年度2010。なんと小島で、小島ジャパンだっけ？小島ジャパン。あ、違う、小島ジャパンって誰？小島ジャパンだっけ？誰だっけ？小島ジャパンだっけ？なんだっけ？名前忘れてた。本気で、あ、小島テイが1位になってたんだよな。小島ジャパン。小島ジャパンの方が名前よくねえか。いや、ウキョチも全然嫌いじゃねえや。全く、嫌いじゃねえ。なんか俺の嫌いな、実況者、欲しいな。本当にいないんだな、俺。本当にいないんだな。誰が、え、じゃあみんなのさ、じゃあさ、俺が嫌いだろうって思う人じゃなくてさ、いや、本当に嘘つかない。みんなが一番嫌いな人をあげてよ。みんなが、いや、まず、実況者限定。マジレスしていなかったらいないでいいよ。あ、みんなアブのことそんな嫌いなんだ。あ、ガチで嫌いなんだ、アブのこと。え、何が嫌なの、あいつ。え、みんなって本当にアブのこと嫌い。ちょ、アブ好きかどうかランキングしようぜ。なんで嫌いなの、あいつ。ハマちゃん、ハマちゃんめ、俺ダウンタウンのハマだと実況ってあげるから、今日今から撮って。なんでか、ハマちゃん、なんで、ハマハマって、みんな交錯してな、ダウンタウンのハマだが実況プレイやるから。高田の相方がを連れてきてよ、ジェレミーパウエルだっけ、で、マッチャやってもらって、やれねえよ、ジェレミーパウエルと。やろうと思います。アブは子供向けの実況者だから。最近アブの実況見てねえなちょっと待って待って待ってちょっと待って、今ガチで嫌いなのは桃太郎と小島。桃太郎だ、 GTA やってるやつ。あー、俺もちょっとあんま好きじゃないかもしれんで、なんかさ、やり方が姑息だよね。うわー、そうか、俺もあんま好きじゃないかもしれない。違う、なんかね、やり方が姑息だよね、ちょっとなんかね、やり方がちょっと姑息だなぁとは思うなぁ。なんか、なんて言うんだろうなぁ。昔のこれこれみたいな。GTA の動画、面白いんだよ。あの人の。俺全部見てるんだよ。6本ぐらいあると思うんだけど。え、桃太郎って誰？桃太郎って誰？GTA の人じゃないの？なんかさ、なんかやり方が姑息だ。じゃあ俺勘違いしてるかな。なんかさ、生放送に人を持ってくるやり方が姑息だなって、多分これ嫉妬合ってるよね。違うっけ。合ってるよね。なんか昔のこれこれ。まあでもそういうのが正義なんだろうな。人、な、俺よりコミュ人数めちゃめちゃ多いしな。17万人。ぐらいなんかいる気がする。桃太郎に嫉妬してるとかやめてくれ。いや、なんか多分自分がさ、そういうことしない、やれないからさ。
昔のゴリゴリが的確すぎる。そう。だから俺は、昔のゴリゴリが嫌いなんだ。俺分かった。俺ゴリゴリ嫌いなんだ。違う、俺桃太郎が嫌いなんじゃないんだ。俺ゴリゴリが嫌いなんだ。え、そうなんだって、昔のゴリゴリみたいで嫌だなって。別に桃太郎が嫌いなんじゃなきゃ、俺ゴリゴリ嫌いなんじゃん。あ、なんだ。すげえなんか胸がスーッと。今俺の心が綺麗になっていく。気がする。ああ、なるほど。で、今は別に、綺麗な感じだよね。今は。じゃ、なんかさ、動画とか、なんかみんなで工作してさ、なんかわーって、表立ってやるみたいな、あんま好きじゃなかったんだよな。あのシステムが俺好きじゃなかったから。これが人多いからムカつか。なんさ、それさ、俺前から思ってたんだけどさ、俺がそう思うのはわかるけどさ、なんで一視聴者になるならさ、あいつ人多いからムカつくわっておかしくねえか。そんなライバル意識どっから生まれるの？みんなは。どっから生まれんの？みんなは。向上心間違って向上心すぎるでしょ。なんでそんなさ、向上心があるの？俺もこれこれに負けねえみたいな。お前らこれこれに負けんじゃん。わかった。わかった。お前らわかった。お前らじゃ勝てねえ。俺がなんとか頑張るか、お前俺の後ろ。そうしようぜ。お前じゃ多分これこれに勝てねえわ。俺まだ可能性あるから、ゼロじゃねえから。今だいたい3000人とか4000人とか見てんだろ。これこれだいたい1万人が勝てんだよ。俺が演奏しようじゃ倍になったら、要は、な、勝てるかもしんねえから、お前の夢を俺に乗せてくんねえか。勝てねえんだから。任せろ俺に。